皆さんこんにちは、証書士の近藤でございます。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと日経の記事をご紹介したいと思います。平成31年2月8日、土地の相続登記義務化っていう話です。これね、ちょっと前から割と話題には上っていたんですけども、相続登記、我々ね、相続登記の依頼って受けるんですけども、その土地の中に例えば親が原野商法みたいな形でバブル期にね、こう騙されて買わされた、北海道に土地があるとか、地方の方に土地を持ってるんだってことってね、結構あるんです。で、打ち合わせの時に、じゃあこの土地は誰の名義にしますかっていうふうに言っても、みんないらないんですよ、その土地。利用価値もない、売ることもできない。で、固定資産税だけは毎年かかる。で、近くの人から草ぼうぼうだから何とかしてくれっていうふうな連絡も入る。これ嫌じゃないですか。だね、誰もいらないんです。そういう土地って、ね、いっぱいあるんですよ。で、原案商法じゃなくても、先祖代々の土地は地方にある。で、山だったりとか、こう農地みたいなものだったりする。でも誰も使わない、売ることもできない。これね、やっぱりね、欲しくないって、これはね、やむを得ないと思いますね。ただ我々の立場としては、でもこのまま放置するわけにはいかないので、誰かの名前にしてもらえない、お長男の名義に仮にしてもらえませんかっていうふうに申し上げるんですけれども、いや、最終的にはここはもう登記はしなくていいですっていうなっちゃうことってね、残念ながら結構多いんです。でね、2年ぐらい前ですかね、そういう相続登記されてない、名義がわからない土地っていうのが日本全国でね、九州の広さよりも広いっていうニュースが出て、これ結構ね、話題になったので、皆さんご記憶にあるんじゃないかと思いますけど、これ放置すると北海道の広さよりも広い土地がいずれ名義がわからない土地になってしまうっていうふうに言われてます。これ国全体のね、大問題なんですね。ということで、こういうことです。相続登記はもう義務です。今はやってもやらなくてもいいんです。それを任意のものから義務化するっていう動きです。で、場合によっては罰金をかける。ただね、これ議論自体すごくいいんですけれども、どれだけ効果があるか、これはね、正直分かんないなって思います。例えば建物を新築したり増築したりすると、測量をしてね、表示登記っていうのをやらなきゃいけないんです。これね、義務なんですよ。でもね、やってない人いっぱいいるんです。一応ね、罰金もそれは予定されてるようなんですけども、罰金がかかったって話は聞いたこともないし、多分ね、それと同じような感じになるんじゃないかなっていう危惧はあります。で、相続登記をしなきゃいけない、これね、誰かの名義にしなきゃいけないっていうものとセットに、所有権をね、放棄することができるっていう仕組みをセットで用意するみたいです。これはね、いいと思いますね。今はね、相続をするとこれ放棄するっていう方法はないんですよ。これね、結構相談あるんです。田舎に土地があるんだけども、これを放棄したい、あるいは市とか町とかに寄付したいっていう話、これはね、非常に多いです。これ今できません。町とか市もね、いらない土地っていうのをわざわざもらってくれるわけないんですよ。管理責任が発生しますからね、もらってくれません。で、所有権いらないから、これお返しします、国にお返します。これも今できないんです。ずっと持ち続けるしかないんですよ。固定資産税がかかるんだったら、もうずっと払い続けるしかないんです。それを放棄できる、お返しすることができるっていう仕組みをセットで用意するんです。これはね、ペアにするっていうのはとてもいいことだと思います。我々がご案内する時にも、相続登記はしてください、その代わり相続所有権を放棄するって方法があるから、そこまでお手伝いしますっていう流れに持っていけるっていうのはね、すごくいいなと思います。やっぱりね、その土地の名義がちゃんとするっていうのは、その国のね、基本なんじゃないかなと思いますので、これはね、とてもいい動きなんじゃないかなと思います。また動きがありましたらご紹介させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。